皆様、안녕하세요。もごもご입니다。えー、今日は、えー、最終回になりますかね。朝鮮の王様の死に関する話。朝鮮の後期、えー、その2、まあ最後ですね。じゃあ、これを一緒に見ていきましょう。 じゃあ、まずは、皆さんがもう大好きだというか、一番有名かもしれませんね。トギの息子、21代王のヨンゾの話をちょっと見てみましょう。一旦、朝鮮で一番長寿した王になって、そして、悲劇ではありますが、息子を殺した王としても有名なんですよね。 じゃあ、一旦皆さんがご存知の通り、東儀の息子で、朝鮮の唯一の王政ェと言いますが、えー、これは何かと言ったら、息子じゃなくて弟が聖者になったことになりますよ。で、在期間ずっと20代王を特撮したという疑惑でずっと苦しめられたんですよね。えー、普通にもう本当にこれが言われただけじゃなくて、反乱まで起きるぐらいかなりずっとこれで苦しんでたんですよ。 で、その後、息子をお米箱に9日も監禁して飢え死にさせてしまいますね。最初は家臣たちは冗談だと思って、えー、いろいろ食べ物も入れたらしいんですけれども、養女はもう本気で殺したんですよね。この話も実際は長いんで、今度特集でやってみたいなと思ってます。で、 以前の動画にも説明しましたが、朝鮮に存在したいろんな拷問を全部廃止しますね。それと、この四条は、朝鮮の王の中で一番長寿したんですけれども、この食生活を見てみると、コチュで野菜、人参、小食を楽しむあの生活をしたらしく、それと、 100回を超える健康診断をずっと受けてたらしいんですね。つまり健康管理をかなりやってた王様でした。で、83歳まで生きていて、朝鮮の王様が平均だいたい45まで生きてたのを考えてみると、ほぼ2倍ぐらい生きてたんですよね。で、長生きして自然死をしましたけれども、晩年は認知症の症状があるという記録も結構多いんです。 で、その後、22代王。この王も皆さんは大好きだと思いますが、長女ですね。もう皆さんだけでもなく、韓国でも大人気な王様なんですけれども、朝鮮最後の繁栄期の王ですよね。実際、今の朝鮮では、長女があと10年だけでも生きていたら、朝鮮はちょっと変わったんじゃないかなという話があるぐらいの、素晴らしい王だったんですね。 で、祖父に続き王になった、これ王聖孫ですよね。これ王聖孫と言うんですよ。えー、孫が聖座になったことなんですよね。で、実際はいろいろ暗殺の脅威とかがあって、睡眠もとれずずずっと特徴をした王様としても有名なんですよね。 それによってかなり目が悪くなってメガネを愛用してた王としても結構言われていますね。実際朝鮮時代ではメガネというのはかなり礼儀が悪いものだったんですけれどもこのジョは一旦目が悪くなったのでこのメガネを愛用したそうです。で、そのおかげかすごい知識の持ち主になって家臣たちと口では絶対負けない王になったらしいんですよね。 で、それと、ジョンジョは実際は、文禄の駅の英雄、イスンシンの大ファンだったんですよ。今の韓国でイスンシンが人気になったことの始まりは、このジョンジョからと言えるんですよね。で、そして、ジョンジョは以前の動画でお説明したように、お酒とタバコが大好きでした。 実際このヨウゾには50歳以上の差がある性質がいたんですけれどもこのジョンジョが王様になってから祖父の若き性質との政治的なな対立がととてもも激しかったことも事実なんですよねでそれでいろんなストレスを加えて敵者、まあ、というのもありますけれども47歳敵者により死去しますが現代ではやっぱり特撮されたんじゃないかなという説が強い王ですよね。 じゃ、その、ジョンジョンに続き、ジョンジョンの息子、23代王の寸状が王になりますね。この寸状は、強い王権を発揮できず、朝鮮の仏落のスタートを切った王として評価されています。つまり、ジョンジョンの息子だったので、かなり王権は強かったんですけれども、以前の動画で説明した、スリョン청정がありましたね。そのスリョン청정のせいで、結局王権が発揮できなかったという王とも言えるんです。で、 お父さんの休止により11歳に王になるんですよ。やっぱり11歳に王になったため、実際何も権力は握れず、結局、四祖の若き性質、結局、非おばあちゃんですかね。その非おばあちゃんが権力を握ることになります。 それと義理の家族がアンドン・キム氏と言うんですけれども、このアンドン・キム氏が60年間権力を握るスタートにもなりますね。これによってますます寸条は王権を失っていきます。で、この時にカトリックが朝鮮に入りますよ。で、日本にも不明があったと思いますが、もちろん韓国でもカトリックを弾圧してて弾圧が続きますね。 で、この時に、えー、皆さんが黒船のペリみたいに、韓国にもイギリスが入ってきて、朝鮮の解雇を要求しますが、えー、もちろん朝鮮はこの時に断りますよね。45歳、持病の消化不良によって、結局、便秘で苦労してたようです。その便秘で結局死去したという記録があります。えー、つまり、朝鮮の王様の中で、便秘で亡くなった唯一の王なんですよね。 で続きは24大王の本尊ですよね。この本尊は、実際は、 ドラマとかでそこまで描かれてなくて、まあ映画ぐらいしかないと思いますが、実際いろいろ王様としてはかなり、えー、権力が使えなかった王なんですよね。じゃあこの王の場合は、セザーだったお父さんが休止して、結局8歳で王になりますね。おじいちゃんは11歳になったんだけど、この本ンは8歳に王様になるんですよ。結局何も知らないんですよね。で、 この時に結局、朝鮮の王権は急落しますね。先ほどいた安藤義務氏が、やっぱり権力を握って、まあ王様はあくまで道敬みたいな感じで振り回します。 じゃあ結局貴族たちのあの暴れによって結局あの民たちはとても苦しんでしまいますよね普段貴族たちはやっぱり平民から税金をいっぱい取りたいでも王様は取りすぎたらいけないというこういったバランスがあったんですけれども結局王様の権限が何もないためもう貴族が本当に暴れまくりだったということですね実はここまで聞いたら何もできなかった王だと思うかもしれませんけど王権回復または情勢の安定に頑張った えー、記録などはありますよ。ただ、王権が弱すぎだったのがとても残念なことですよね。 で、今までの記録によると、色が好きで、性生活を楽しんで病気を得るというのは今までの、この本尊の評価でしたが、最近の研究によって、王族の子孫を残すためにとっても頑張ったという評価なんですよね。儒教の国、朝鮮では、子孫を残せないということはとても大きい罪だったので、本尊は自分の子孫を残すためにかなり頑張ったんですよ。薬も服用するぐらいです。 で結局その薬の副作用つまり勢力剤ですよね勢力剤を服用しすぎて結核を持つことになり23歳の若き年に死去してしまいます次はもうそろそろ朝鮮の末期になりますが25代王のチョルチョンを見ていきましょうこのチョルチョンとても面白い記録を持っていますが一応とっても遠い王族なので あの、実際は、木こりをして,たしてたんですよ。が本当に平民みたいな生活をしてた人だったんです。で、こういった人を、本尊が死んだ後に、安東君ン・たちは、この人を選んで連れてきたんですよね。つまり、完璧な道家の王でした。で、実際この人がですね、かなり遠い王族で、洋条自体が、 呃、同意、即室の息子じゃないんですが、その養女の即室がサドセジャサドセジャの即室の息子、で、またその息子の即室の,の子がこのチョ,ルチョンですよ。王族としてはかなり、かなり遠いんですよね。で、なので、実際王族とは言うが、平民と同じ身分だったらしいんですよね。で、どれぐらいだったというと、 結局本尊がなくなって、この炊尊を候補として選んで、都からこの炊尊を迎えにく行くんですけれども、炊尊は自分を迎えに来た列を見て、自分が殺されると思って逃走しますね。その時にお兄ちゃんも一緒に逃走しますが、もうお兄ちゃんも慌ててて足が折れるぐらい、本当に慌てて逃げてたらしいんですよね。 で、一旦、こういったことがあって、大うにはなりますけれども、やっぱり、チョルチョンは平民の生活を経験したため、いろいろ平民からの目線の改革案を立てますけれども、正直に誰も聞いてくれなかったようですね。まっさに無用でした。 で、結局、チョルチョンは、そういった改革案をずっと出し続けましたけれども、何もできず、現実の壁にぶつかり、色とお酒だけの生活を送ることになりますね。で、それで33歳の時に、生活病で結核により死去します。 で、死後、家臣たちもこの祝蝶の死にはほとんど無関心だったらしいんですね。結局この祝蝶も子供,子供、子孫を残さないで死んでしまうので、その後の操り人形を探すのだけで一生懸命だったらしいです。死んだ後にも悲しい王でした。 じゃあ、その後、皆さんをご存知だと思う26代王の古城が現れます。この古城は朝鮮の最後の王で大韓帝国の初代王になりますけれども、え、旦この古城もどれぐらい遠いかというと、かなり遠いんですよ。25代澄城の17回渡りの王族です。え、これがどういう意味かと言ったら、もう簡単に言うとですよ。本当に簡単に言うと、いとこのいとこのいとこいとこです。え、澄城自体もかなり遠いのに、その チョルチョンのいとこのののいいいとこのいととここここですね、まあ、これぐらいだったらもう本当に王族と言ってもいいぐらいかなと思うんですけれども結局貴族たちはその分操りやすいのでこの糸を王に立てますね結局おこの時はもう朝鮮はもう本当に滅亡に向かっていってますので、まあ、時代遅れの朝鮮に王になった能力不足の王というのがちょっと現代の韓国の評価だと思います で、この保存の時に政府の財政は破産してしまいまして、で、地方の管理職なども、もう王族を無視して、まあ名前だけ王族で正直に言って安藤金氏によって操られているのはみんなわかってるんじゃないんですかもうなので、税金を徴収しても税金が入ってこなかったりする、もう本当に、もう破滅に走っていました。 そして、結局、政府の財政がないから、軍に給料も上げれないんですよね。それによって、軍の士気も低下され、反乱が起きたりもします。で、もちろん、民衆の恨みはもっと激しかったでしょ。朝鮮最大の農民革命が起こりますね。もちろん、これは、鎮圧されますけれども、古城としてはかなりショックだったと思います。 で、結局、1907年、日本と、他の家臣たちによって王から下ろされて、そのまま普通に生活をしていたんですけれども、1919年、特撮されたという説が強いんですよね。今でも死の原因は、まあ、病気とは言われていますけれども、やっぱり特撮説がありますね。で、これが昔の韓国では日本が特撮したとは言いますけれども、 実際当時日本が古城を特撮してから得られるメリットが全くなかったので、現代では日本ではなく、イワニョンという家臣が特撮したということで有力になっています。このイワニョンという人が日本に首を売るために古城を特撮したんじゃないかなという話もありますよね。 じゃあ、朝鮮の最後の王は、27代王のスンジョンですよね。この寸ン,ンは、まあ、実際は王と言ってもいいかどうかぐらいの人なんですけれども、まあ、とにかく大韓帝国の二代王になって、朝鮮の王族の終わりを迎えた王ですよね。26代王と聖室の息子、もちろんだから聖者ですね。でも、ではなかったみたいで、この聖室は、この寸庄が、 元気でいられるために、いろんな占いにお金をいっぱい使って、さらに朝鮮政府の財政を破産させたようですね。 で、26代の王様は、以前の動画で説明しましたが、複雑の未遂があったんだけど、お父さんと同じく徳を飲んでしまって、その後遺症で苦しんだ記録がありますね。歯が全部抜けるぐらい。で、そして実際、寸蝶の場合、この病気の後で、徳を飲んだ後の後遺症のせいで、アホになったという噂が朝鮮全体に広がって、もうさらに王族の権威は地に落ちたようです。 で、実質何もできない王で、本当に名前だけの王でしたね。で、結局それで1910年、朝鮮の王から降ろされて、イー王ということになって、つまり王皇族という、日本の貴族よりちょっと上の段階の名誉職ですかね、その名誉職になって、チャンギョン軍に移って過ごします。 で、その後からは、特に何もせず、ビリヤードなどの趣味を楽しみながら、暇な生活を送ったそうです。そして、1926年、52歳の時に心情病で死去します。これで、500年近く続いた朝鮮は終わりを迎えます。じゃあ、今日はここまでです。これで朝鮮の王様の死に関するストーリーが全部終わりましたね。